こんにちは、KY スタイルです。今日は沖縄のリゾートホテル、カフーリゾートフジャクコンドホテルをご紹介します。本島北部の国頭村に位置するこちらは、ホテル棟、コンドミニアム棟、アネックス棟の3つの建物と、プールやゴルフ場を完備したまるでハワイのヒルトン村のようなリゾートホテルです。館内は南国ならではのゆったりとした空気が流れ、スタッフの方もとても親切。レビューがとてもいい理由が早くも分かりました。宿泊したのは2016年に完成した一番新しい棟、アネックス棟のお部屋。アネックス棟は最上階にインフィニティプールがついていて、絶景を楽しむことができます。お部屋は80平米近くあるスイートルーム。ゆったりと広めで、2、3世帯での宿泊にも向いています。双子玉川、スタヤ家電セレクトの家電や家具が完備されていて、とてもハイセンス。ハワイの別荘を思わせるような雰囲気。キッチンには大きめの冷蔵庫、電子レンジ、IH やお鍋もついているので、自炊をして暮らすように生活することも可能です。ドラム式洗濯機もあるので、長期滞在にもバッチリ。テレビと海を眺められるリビングもあり、その奥にはコバルトブルーの海が楽しめるベランダ。海が綺麗。続いてお手洗い。清潔感があって最新で綺麗。続いてお風呂ですが、なんとお風呂もオーシャンビュー。綺麗な海を眺めながらお風呂に入れるなんて最高に贅沢です。ベッドルームもゆったりとしていて、ベッドはとてもふかふかで、寝心地もとても良かったです。居心地のいい空間なので、お部屋でまったり過ごすのもとても楽しいです。続いてレストランをご紹介します。まずはアネックス棟の12階にあるお店、琉球バーベキュー、その名もブルー。オーシャンビューでサンセットを楽しみながら焼肉が楽しめるお店です。島野菜を使ったナムルとキムチ、チョレギサラダは安定の美味しさ。特選牛はどれも柔らかくて美味しかったです。ヤンバル島豚は味ネギと相性抜群でとても美味しい。こちらは人生で食べた焼肉で一番美味しかったです。締めの卵スープとご飯も絶品。デザートはドラゴンフルーツと甘いアイスクリーム。続いてこちらはテイクアウト専門店のデリー&カフェ。沖縄の郷土料理はもちろん、アメリカンでボリューミーなメニューも多い。テイクアウトしてお部屋で食べればコロナも安心です。沖縄の郷土料理中心にいただきましたが、どれもとても美味しかったです。朝食はシーフードレストランザ・オレンジにて、ビュッフェスタイルで楽しむことができます。品揃いが良く、紫芋のポテトサラダや海ぶどうや島野菜がふんだんに入った沖縄野菜のサラダなど、沖縄の名産物もたっぷり楽しむことができます。日替わりで変わるスープもとても美味しかったです。私はせっかくなので、シークワーサージュースにフルーツもたっぷり、沖縄野菜たっぷりの野菜中心のプレートにしてみました。どれもとても美味しく、景色も最高です。ホテル島にあるプールは綺麗すぎるエメラルドグリーンの海も一望でき、南国ムードが満載。今まで私は33カ国92都市旅してきましたが、ここまで綺麗な海は海外のリゾートでもそうそうありません。いつまでも見てられる景色、まさに絶景です。プールはこちらのメインプールの他に、お子様も OK な浅めなプールと、あったかいお湯が出ているジャグジーの3種類があります。夕方になるとジャグジーは大人気。アネックス棟の最上階にあるプールはインフィニティプールで、これまた絶景。曇りでもこの海の綺麗さは感動的です。一休みしたらランチへゴー。ランチ会場は朝食と同じくシーフードレストランザ・オレンジにて、朝のビーフェの一部とシーフードに特化したアミューズも追加され、島で採れた新鮮な野菜やフルーツもたくさんあり、テンション上昇。
ザ・オレンジでのランチは、なんとそれだけではなく8種のパスタ&リゾットをウォーターバイキングで食べ放題できちゃいます。出来たてのパスタはどれも絶品。私のお気に入りは明太子クリームパスタ、とっても美味しかったです。食後はお部屋のベランダで一休み、何もしない贅沢、ただただ海をぼーっと眺めているこの時間がとても心地がいいです。天気が良かったのでガーデンウォークというお庭をお散歩、見たことがない植物を見るたびに南国気分が味わえてテンションが上昇します。ハブに注意という看板を見かけてビクビクしながらも、綺麗な新緑と綺麗な海を目指して歩く散歩はとても楽しかったです。チリのイースター島や広島の宮島を旅している時も思ったのですが、私は島の空気感が大好きです。ゆったりとしていてのどかで、時間がゆっくりと流れているこの感じ、沖縄の人は時間を守らないという言葉がありますが、きっとこんな素敵な空気感で時間を忘れてしまうのではないでしょうか。カフーリゾートのカフーとは沖縄の方言で幸せ、良い知らせを意味する言葉だそうです。幸福な知らせを運ぶ天使のように、特別な沖縄を届けたい、そんな意味が込められているそうです。